場所受け追い制は、江戸時代の正木藩政家における家臣の、治療形態である秋内場治療制から発生した、江戸地特有の流通制度。小玉貞義のアイヌ絵に描かれた、交易場所での和人と、アイヌ江戸時代の農業技術では、寒冷な地域で稲を栽培することが困難であり、江戸地を支配する正木藩では、地性的に米の収穫が望めなかった。そのため、 正木藩において藩主が、家臣に与える俸禄は国高に基づく、地方治療ではなく、いわゆる、商い場治療制をもって、主従関係を結んでいた。この制度は、蔵入地以外の蝦夷地及び、和人地において旧地に相当するものとして漁場及び、アイヌとの交易地域である商い場を設け、そこでの交易権を治療として家臣に分与する、制度である。 和人地の旧地では、漁民からの現物税の徴収権があり、地方治業とほぼ同様な形態であったが、和人地の大半は、正木藩の蔵入地だったため、家臣の大半の旧地は、蝦夷地にあった。また、その旧地内においても、最近、高まて、酒増量、抜木等の権利はすべて藩主に属した。 事業主に認められていたのは、年一回自腹で船を仕立てて公益することのみで、あった。このような状況下で潤沢な資本力を持つ、大見商人などがまさきに出店を置いて、本格的に進出してきた。事業を持つ家臣たちは、商人から公益用の物資や生活費までもを借りて、公益に従事し、その結果得た商品を商人に渡して召喚するようになった。 しかし、次第に、蝦夷地の公益が、複雑化して、資本的、技術的に武士の手に負えなくなって負債がかさみ、公益権そのものを、場所請負い人の名目で商人に代行させて、事業主は一定の運上金を得るという制度に18世紀、初頭移行した。これが、場所請負い制度である。伊予万手の祝宴村人は、縁と踊りに興じる。祭壇前の神座には、 場所の支配人と、おぼしき和人が雑。平沢平さんが1875年に描いた、アイヌより、当時の北海道やカラフ及び、北方領土の行政は、おおむね地行地ごとに、地域区分が行われ、本州以南に順じて、合村制が敷かれた。地行地について、文献には、場所のほか、領の表現も見られる。場所受けを委任は、地行主に代わって、 行政権を行使した。また、アイヌは、百姓身分に位置づけられていた。オム社では、老病者や子供に退し薬やご助け米を支給し、地元の有力者を、薬エゾに任命した。薬エゾは、藩や幕府からの掟手書を、平エゾに伝達したほか、住民を調べ、収門人別改め帳の作成、年貢米の代わりとなる重費など、 地元産品の納付や労働力を把握し、夫役への動員などの業務をこなした。なお、アイヌの漁労には、雇用による漁場労働や自分稼ぎなど様々な形態が存在した。当時は、和人社会でも古作の王をはじめでっち暴行や住み込み女中などの年季暴行が当然の時代であり、生活は決して楽ではなかったようである。まさ藩治世では、 和語の使用や和装などは禁止されたが、武行の知性では解禁、推奨し、和装した場合などに、衣類や瓶付け油などの報奨が支給されたという。和風化は、薬絵像を中心に行われたが、平絵像にはあまり普及しなかった。和風化の普及率は、地域差があり、場所経営に携わる和人担当者によっては、あまり積極的に行わない地域や、逆に、 中場強引に行われた例もあったと思われる。また、第二次爆僚期以降は、江戸地で流行する、放送対策として住民に主導なども行われた。場所請け負い制は、明治2年9月に開拓市の島義勇によって廃止が、明示されたが、場所請け負い人らの反対もあり、同年10月魚場持ちと名称を変え旧東エゾ地や、まし警北の旧西エゾ地で、 しばらく存続することとなった。これが原因となり、失望した松浦武四郎は役職を辞した。明治4年12月から5年2月にかけて、北海道の分量支配の廃止に伴い魚場持ちの再任が行われたが、石狩以南の旧分量支配地処分には、魚場持ちの設定がされなかった。魚場持ちは、明治9年9月の廃止まで存続した。 運上家とも言う。場所受け負い人によって、江戸地内の場所ごとに85箇所設けられ、そこには支配人、通弁、町役、番人が詰め、住民の部育制作、おむしも行われた。この他に、漁場ごとに、番屋も置かれ、こちらにも番人が詰めた。運上屋は公益の拠点として設けられたが、やがて漁場の経営も取り扱うようになり、 宿場や正規藩の出先機関としても機能するようになった。江戸地が抗議御領となっていた頃には、会所と呼ばれた。大政奉還の直前頃にこの運上親は廃止となり、本人と呼ばれる函館部業の出先機関となった。尻辺四国与一軍には、旧家、与一運上家の遺構が残っている。ありがとうございます。